マリカは日本のお笑いタレント。千葉県四街道市出身。血液型は B 型。千葉県立千葉北高等学校、昭和音楽芸術学院ミュージカル科卒業。所属していた事務所は渡辺エンターテインメント。本名は相原正俊公。自らをミュージカル芸人と称している。コンビ202号室の当時から。 メルヘンの世界やミュージカル上のコントを演じていたことが多く、202号室ではマリカはピンクのカツラをかぶって出演していたことが多かった。ピン芸人となってからも引き続きミュージカル上の一人コントなどを演じ、ネタにはベルサイユのバラなどをモチーフにしたコントなどがあった。その後、ミュージカルのアニーになりきってタップを踏んだりしながら様々なネタを演じるものがある。 アニー以外には、リトルマーメイドの主人公、アリエル風のキャラクター、マリエルに扮して、元、魚であるキャラならではのギャグ喋りを、歌ネタを交えながら演じている。スキッパーマーチ時代には、コントだけでなく漫才スタイルのネタも披露したことも、あった。しかし、青春、妹のモの2011年2月5日2月11日の放送で、アニーキャラを、しばらく封印することを宣言した。 以後、失恋した携帯ショップの店員、体操のお姉さんなどいろいろなキャラクターでのネタを披露している。なお、アニーキャラでのコントは、2011年3月13日に、表参道グラウンドで行われた、青春。妹のモンラストステージで、封印を解いて披露した。2012年4月30日放送の、ポン、では、アニーのコスプレをしたまま、本物のミュージカル、アニーのキャストに、 突撃するという一幕があった。ありがとうございます。